どんでん、お怒り。阪神、岡田監督が湯浅の2軍落ちを明言した。先頭から3連打を食らうなど1回4安打2失点の結果に呆れ返った。ずっと言うてるやんか、そんなの。いや、そら当然困難なアブルテンの見たらわかるやん。明日は2軍よ、そんなん当たり前やんか、そんなもん。投げてる最中に言うたよ、そんなん無理やん、俺ずっと言うてるやんか。だからいろんな面でやり直さなあかんのん、ちゃんと出直しを命じた。どんでん怒ってんな、意識高いのはいいけど悪くなってるもんな。向こう行ってから激横でさ、いろんな面とかやっぱプロから見ても浮ついてんやろな。どんでんこれ湯浅にアメリカで覚えてきたこと全部捨てさせることから始めさせるな。多分湯浅に軍か。湯浅は西純也森木と一緒にフォーム固めてくれ。今年も湯浅なしで乗り切ろう。八浜地はまだなんとかいけそうに見えたが、ドライブラインに行った投手湯浅、八浜地、どんちゃん怒りやな。中継ぎサバイバル湯浅脱落か。カジアイシー君時期の頼もしさよ。さすが負けず嫌いのどんでん。オープン戦でも巨人に負けたらイライラやな。ファンもオープン戦だからと悠長に構えずにイライラしても変やで。さらに育成の福島についてもチャレンジしないやんか。1球目から走れ言うてんのに何球走れへんの。そういうことやって、そんなことしとったらまたファーム生かされるよ。何のために自分が出てるか、わざわざあの場面でダイソーを生かせてるわけやからさ、そういう意図がわからなあかんわなと厳しい言葉を並べた。岡田は天への期待大きそうやなど、しようもないやつには何もいらんし。まあ確かになかなかスタート切らん。ケインにはがっかりしたわ。次はビビらず走ってくれよ。テル盗塁失敗したら基本的にサイン出した監督せいやと思ってるから、ケインもこのメンタルで盗塁しろ。ケインに対して厳しすぎる気もするがな。さすがに何度か投球の癖とかミント走れんやろ。育成新人やでまだ。なんとら速報、まあ、これからも阪神タイガースの動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。